こんばんは。なんかすごい酔っ払われてるのかチンピラなのか、おじさんが行ったり来たりしてて、ずっと喋りながら歩いています。電話イヤホンしてるか電話してるのかな。今日もカフェラテにお作るのお付き合いください。声小さいかな。指導くん の, あのスニーカー探しを行ってきたんですけど、行く前すごい、またお家でわーっていうか、なんかまた違う人格が出てきちゃって、すごい音なんていうんだろう、すごいもうなん、もう自分には分かんない感じ。その時にならないとなんか分かんないんだけど、なんか今用意してるっていうのをずっと言ってて、指導に向かってなんか何回も、何分おきっていうか5分か10分おきに何回も電話してくる人なので、一生懸命用意してても電話出なきゃいけないとか、それでまたいつになんのって言われるから、もうそれがなんか嫌になっちゃって、それでそうなった時に多分声がすごい張ってて大きいから、リビングにいた K 君がですね、今日も沈まない、昨日はちょっと沈んでたんだけど、今日も沈まない黒糖君でした、すいません話が脱線してカフェラテが混ざりました。そうリビングで聞こえたK 君が来てね、うるさいって言って、その私2回ぐらい社員を、お兄ちゃんの社員を歌って、思い出してちょっと軽く動画に上げていった、ダイイングメッセージかのように上げたんですけど、行く前に上げていこうと思って、1分もないあれだと30秒ちょっとの34秒と35秒を上げてったんですけど、その後ずっと用意してたんですけどね、K 君がママ歌ずっと歌ってるだけじゃんって言われて、なんかでもずっと頑張って用意して、頑張ってはないんですけど一生懸命やってたから、なんかそれを分かってもらえない気持ち、なんかいつもねただ歌ってるだけのでタバコ吸ってるだけのおばさんとしか思われてないから、ご飯が遅い人みたいな、人じゃないか、遅くてなんか普段は可愛いって言うんですけど、そういう風に思ってる側面もあって、その蓋の音がうるさいんだよねいつもね、耳障りごめんね。そう、それでなんかそう言われて、さっきから歌しか歌ってない、ずっと歌ってるだけずっと用意してるんですけど、2回ぐらいちょっと歌ったけど、それ言われちゃってなんかもうわーってなっちゃって、すっごいもうものすごい、でも何言ってたか自分では分かんないぐらい発狂してて、もう耳を塞いで、そのカズくんが言ってくる、なんていうん、冷めた言葉、冷めてるんだけど責めてる言葉、すごいなんか聞いていたくない時があって、ご飯遅くなったりした時もそうなんですけど、お肉が硬く、焼いたら硬くなっちゃった時とかの文句っていうか、
その時もただただずっと耳を塞いで泣いてて、なんかそういう気持ちのもっとそれが超えちゃった感じになって、もうとにかくわーって耳塞ぎながらわーって言ってて、もう泣いてて、でもなんかお父さんがどうしたどうしたって来たり来るぐらいびっくりしちゃって、もう本当に心臓止まっちゃうんじゃないかっていうぐらい叫んで、多分もう声、このあと声出なくなるなら、なる、そういう風になると大体声出なくなることがあるので、出なくなるだろうなって思ったんだけど、なんかお兄ちゃんとその後普通に話せたから、そう、なんか屋上とかで思いっきり叫ぶのとかいいよねって言われて、はあ、よくね、叫んでるというか歌ってるよっていう話をして、最近は行かないけど、公園で歌ってるっていう、思いっきりね叫んでるって話をして、ちょっと落ち着いて声も出るから安心して、それで獅童くんとこいろに行ったんですね。その前に歩きながら、なんかラブザウェイ由来、何歌おうか迷ってラブザウェイ由来歌いました。そう、カフェラテいただきます、そして禁煙します。うん、美味しい。このちょっと喫煙失礼しますね、椅子近づけ、それでなんかもう、声は出るんだけど、もうなんか視点が合わないままっていうか、まあ、ついてすっごい文句言われるんだろうなって思ったんですよね。その今用意してるの後に、連絡を取り合ってなかったから、もうただただ無表情のままぼーっとしてるっていうか、前だけ向いてるみたいな、どこを見てるか分かんないまま前見てるみたいな。そしてなんか静かに乗ってきた時何も言われなかったからびっくりしてそのまま放心状態で運転してたんですけど、そしてなんか一言ないのって言われたから、ごめんなさいって言って、なんかそれで、あとはなんかなぜ怒んないのかなって思ってたら、なんかカズくんに電話したらしくて、多分私がおかしくなっちゃったからそれでなんかそのもう発狂したこととかなんか聞いたと思うんですよね。なんかパパに殺されるって言ってたらしくて、それはなんかいつも、ごめんなさい、遅れそうな時とかいつもね思うことだからわかんないけど、そんなこと言ったかなと思って、まあ何でもいいんですけど、どちらかというとカズくんの方が、なんだろう、冷たい感じがするから怖いかったりするなって思いますね。失礼します。それで、まあなんかでも、あんまりは言われなかったんですけど、だからそう思っていたより怒られなく済んで、でそのアウトレット行くのに、木更津のアクアラインの脇へ通っていくんですけど、木更津のアピタ行く、左曲がっていけば16号から、左曲がればアピタの方に行くけど、右曲がったらアウトレットの方っていうところで、十字路
ていうか、まあまあ、アクアライン通ってるところですね、その脇の道通ってたら、すっごい、道が混んでて、なぜか。事故があったわけじゃないんですけど、多分その道が一番、なんていうの、分かりやすくて、行き来できる道だからか、すごい混んでて、U ターンする人とかも結構いて、なんか車線が同じなんですよね。上りと下りの車線が同じようにあって、右はなんかね、まあ、向こう側に行く人っていうか、なんていうんですか、左はこっちで、それですっごい混んでて、これもしかしたら着くの7時45分になるんじゃないかなと思ったら、ちょっとカインズの方出ちゃって、私もあと久しぶりだから分かんなくって、ちょっとくるっとして、とにかく観覧車の方を目指したって、途中で見えた観覧車が本当に綺麗で、虹色で綺麗で、帰り写真撮ったんですけど、その何アウトレット着いた時やっぱり45分ぐらいで、7時、すごいびっくりして、なんだろうこの調整はって思って、45分に来てって何時5時言われてたから、なんか45分、7時45分についてびっくりしてびっくりしたんです、あのアウトレットにね。それでその観覧車本当に綺麗で、虹色もそうだし、青緑、大好きな青緑も、オレンジ色も、あのいろいろ黄色とかピンクとか、ほんと紫とか青とか綺麗です。すごい写真撮りたかったんだけど、運転してるから、着いてからなんか急に赤い色で止まっちゃったんですよ、このその観覧車が、赤色で、赤色だから撮って、もう終わるのかなって、観覧車今日は、だからだから赤いのかなとか思ってて、でね、もう多分私の中でアウトレットは8時ショッピングのやつはね、8時に閉まるって分かってるんですけど、シドクは分かってないんで、何時に閉まるのとか言われながら、もう走ってナイキを目指して、もうぐるぐるして、本当に1分前か5分前ぐらいに着いて、もうすっごい走ったんですけど、分かんなくてどこにあるか、それで、でもなんかいらっしゃいませって雰囲気だったので、いや、ちょっとまだお客さんもいたので見させてもらって、でも8時で終わりですよねとかって店員さんに聞いて、したらなんか優しい店員さんがいて、まあ、8時前に入っていただければいていただいてもみたいな感じで、すごい優しい店員さんいました。すごいちゃんと教育されてる、なんかね、いろんな方いますね、真面目そうな人とか金髪の人とかね、あれはでもおしゃれからしてる感じですかね。それでなんか指導くんがね、買いたい靴をやっぱ破れちゃったんで、もうこの間買ったエンジンリバーブーツを履いてきていて、で名前もわからないと、ナイキのね、なんて名前なんでしょう、あれはバッシュの、バッシュっぽいやつだと思うんですけど、で探したんですけど、やっぱりなくって、アウトレットのとこにも、その商品として並んでいるところにもなくって、なんかエアジョーダンとかそういうのはあるんだけどね、そのやっぱり赤もちょっと入っててるのも好きみたいなんだけど、やっぱ黒が地盤というか、黒地じゃないと嫌みたいなところがあって、何でもパーカーも黒だし、なんか黒いパーカーにジーパン、黒い T シャツにジーパンっていう格好なんで、いつも、なんか黒は好き、黒、まあ黒はね一番合わせやすいですけどね。カズくんが履いてないのだったらあるんだけど、多分ナイキってちょっと作り小さいですよね、多分細めだから、私甘さんの
あのね、ダイバーがつけるようなあのひらひらしたやつ、あれ、ああいう足してる、あのドナルドダックの足みたいなのしてるから、ナイキなんかね、ワンサイズ大きくないと、ワンツーサイズは大きくないと入らないですね。だから大きいくらいで確かいいんだけども、そうするとカズくんの足よりは大きいから、シドくんはカズくん 7.5 ぐらい、まあ8でもいいかと思うんですけどね。あ、でもそしたら同じぐらいなのかな。うん、そんで結局なくて、でも5分ぐらいしか見てないんだけど、バババって見たんですね、私も頑張って、アウトレットの箱のやつとかで、ないことが分かったからいいかなって思ったんですけど、やっぱりね、あっちはゆっくりもっと他のお店とかいろんなのを見たかったみたいで、もう結局なんか買うのナイキだから、大体私は好きなんですけど、バンズ昔履いてたんですけど、そのバンズのラインがもう嫌とかって言ってて、そんなことないなって私は思うんだけど、カズくんは結構履いたり好きだったりするんですけどね。うん、なんかとにかくナイキって感じなんで、ナイキなんだろうなって思って、でもやっぱりね、いろいろ見たかったん、それは私も見たいですけど、本当は今日はやめとこうって言いたかったんだけど、もう起きた時点で、もうそういうなことを言える雰囲気じゃなくて、でもその辺からずっとイライラしてて、もうだからないからネットで頼むしかないよって言われて、言ったの私が、カズくんのやつも多分同じの持ってるんですけど、ネットで買って、ネットの方が全然安いんですね、しかも、うん、なんか本物かどうかっていうのはよくわからないけど、うん、全然、すいません、全然安いから、あのそれで注文してね、あの受け取れないんだったら送り先をうちにしてればいいよっていう話をしたんですけど、そういうバッテリーとか買うときもね、自分で注文してうちに送りつけるので、そうすればいいって、なんかあんた頼んでよってすごい言われて、なんで俺が頼まなきゃいけないんって、自分の靴じゃんって思いませんか。なんでっていうか、私自分で買いに行けやって、、思うんだけど言えないのね。それで言ってなんか私のせい私のせいみたいな、すっごい靴は買えないわ、見れないわってなって、で私帰り、その観覧車がねまた輝き出したんですよ。でも私の止めてた車の位置の向かいになんかまたハイライトっていうかライトをつけっぱなしの車がずっと止まってて、それでも私あの観覧車を車内からね撮ってね、で隣ですごい何してんだ早くしろよみたいな感じで、早くしろっていうかもうだんだんイライラしてきて、何なんだよみたいな、もうってなって、最後にもういろんな色撮ったんですけどね、あの赤から始まって虹色、あとオレンジピンクね、青白とかね、緑と白とかね、うん、それで、うん、紫とかあったかな、それでどうしても最後にあの青緑取りたくて、緑取れたかちょっと覚えてない、赤取ったから緑は取りたいのね、クリスマスカラーっていうか、それだから青緑をどうしても最後に取りたくて、その瞬間もずっと待っててなかなかならなくってね、最後にやっと撮ったんですけど、私が撮り終えた瞬間その前の車が動き出してですね、10何だったかな、
シャバン忘れちゃった。1028かな、忘れちゃいましたけど。1024覚えてないっす。それでゆっくりと私たちの前を通って、その時指導官はね、クソがみたいなこと言ってました。すごい、早く行けやみたいな、なんだこいつよとか言ってすっごい言ってて、私にもイライラしてて、で私たちもその車が行った後すぐに発進して、近くのね、来来亭で食べようと思って、ご飯、お腹すいた、ついてるから、ご飯どうすんだよって感じで、だったから、失礼します。で、左に出るとなんかね、逆走じゃなくて、反対方向に行っちゃうから、U ターンしてね、その時なんかね、本当に、どいつもこいつもみたいなことを隣で言ってて、やっぱなんか、死んだ方がいいやつっているよねみたいな話をしだして、私も別にみたいな、まあ好きになれない人はいますけどね、死ねとかっていうことは思ったことないですね、じじい以外は。本気ではない、誰もないんじゃないかな、分かんないな。まあなんかそういう気持ちにさせるやつがいけないっていう話をしだして、どう思うみたいな感じで言われて、私は、そういう同じ思いじゃなくて、そういう気持ちにさせる人って、いるんですよね。だから逆に指導君のことっていうか、死ねとかじゃなくてね、なんかそういう態度だからそういうふうにしか答えられない、そういう態度だからそういう、こっちもそういうふうになるっていう人はいるよねっていう話をした。自分のこと言われてるなって分かったかどうかはちょっと分かんないですけど。そういうことはありますよね、でも。誰かに死ねとかじゃなくて。そっちがそうだからこっちもこうみたいな。本当はそれじゃいけないんですよ。そっからなんか、獅童君の会社の人の話になって、なんか仕事ができなくて本当に。でも、獅童君はズバズバ言う人。タイプだから我慢しないで言いたいことは、どうやってお前生きてきたんだよとかって普通に言ってるらしいんですよね、その人に対して。でもその人なんかいつも怒られても眠そうな顔で、でお前なんかちゃんと考えてるとか、なんかなんとかってなんか通った時に考えてませんっていう 言われたとかね。どう思う、そういう人みたいな。いや、私は、だからその、指導区は仕事できるから結構、頼られていると思うんですけど、会社でも。しっかりしてるから。その人たちの、仕事はできない人の尻拭いをするの。しなきゃいけなくなったり、やる気がないところが、なんか、困ってるみたいな話で。で私もね、そういう話をしたんですよ。で私も上の人から、上の人かっていうの、クマパワーという上の人から 想像の話ですよ、これは。ね、頼られるって言ったら変ですけども、求められる、つながれることがあって、それは私にしかできないのかわからないんですけど、ね、私は私でやるけどなかなかできないけど、それをね、関係ない人がね、関係あるのかないのか分かりませんけど、やれやれってね、言ってくる。その自分か見せてあげようとかしない人、ただこっちにやれっていう押し付けてくる人、そういう人は許せないよね、許せないっていうか、
あれだよねっていう話をしました。上の人のことは言ってないですけど言ってないですけど、誰とか言ってないですけど、うん、なんかそれだったらとか言ったことあるよって、だったらお前が見せたれやって言ったことあるよって、そのだから自分は関係なくてもね、見せてあげたいとかそういう気持ちって届くじゃないですか、別に関係なくても。だから私が結構この曲感動しましたって話しかけちゃうみたいな、それでなんか向こうがね、あこの子はって思ってくれるっていうか、思ってもらうために話しかけてるわけじゃなくて、ただただ感動したから話しかけてるんですけど、なんかそういうなんて言うんですかね、自分は蚊帳の外でもその思うことってできると思うんですよ。なんて言うんですかね、わかんないです。だから戦いもせずに癒しも止めるもんじゃねえ、パンパンパンですよね、歩むの歌だとね、涙はたやすく流しちゃうんですけど私は、だからねなかなか歌えないんですけど、もうそのリアルミー大好きで大好きで本当に大好きなんですよ、あの歌。すっごい聴いてました、レインボーのアルバム、アイアムのアルバムとレインボーのアルバムとマイストーリーのアルバムとメモリアルアドレス、すごい大好きで、すっごい聴いてましたね、もう20代くらいの時前半とか、すっごい大好きで、本当に We'll get what you get、手にしてるものは信じたいだけで幻想なのかもね、うらでてててて、愛ならここにあるから、 I'm on the shut away, I'm on the hide away, nothing is simple、痛みを知らなきゃ優しくなんていられない、タンタンタン、 Never having fun, never like it now、 喉がかい、もう喉乾いてね、アイス食べたい、最後がすごい好き本当の私はあなたが見ててくれるから、ちゃんちゃんちゃんね、すっごい好きです。 あとあれね、リアルミーじゃなくてあれ、あの曲なんだっけ、あの期待をかけることと願いをかけることは違うものっていう歌詞のあれも本当に好き。どんな音程だったか、リズムだったか忘れちゃいましたね。願い、あれか、期待かけることと願いかけること、あれ違ったっけ、何を待っているの、期待かけることと願いかけることは似てるようだ、まるで違うものなんですよ。そうだから、なんかそうね、カルちゃんの歌とかでもあるじゃないですか、そのね、自分はその思われてなくてもその人が好きっていうか、その人のことを、その人が思ってる人のことを羨むような感じだったり、なんかね、生きててほしいことを願う、自分はその思われてなくても、そういう思いがやっぱり届くんですよね。ある意味蚊帳の外でしょ、その男女から
男女のからしたらね、ひかるちゃんの歌からしたら、歌からっていうかひかるちゃんからしたらね、その歌に感動するわけですよ。その人は何色でもない花、あれすごい素敵ですね。そういう思いですよ、レンとかもそうでしょ。だって自分とかね、趣里とかみんなそうじゃないですか。自分がその相手にならなくてもずっと歌い続けたり追い続けるっていうことが大事なんですよね。思うこと、生きること、願うこと、愛すること、それでこそ輝くんじゃねえの。すいません、熱くなっちゃいました。そんなわけでね、そういう会社の人の話から私が感じる話をすごくっとして、あでもないこうでもないってもう行くときはね、ずっとね、ずっとインプレスメン、インプレスメン、インプレスメン、アーゲンダーゲン、椅子を蹴り倒し、席を立てる日は、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 ってね、願ってたっていう、お兄ちゃん、社員を聞いてました。カッカかけてました、小さく。大きいとね、うるせえとか言われちゃうから。ずっとかけてましたね。サブリミナル効果みたいにかけてました覚えてないでしょうね、しどくんは。私が一緒に行って苦しい時、カズくんが生まれまだちっちゃい頃、キッチンでよくね、実家のねキッチンでずっとお兄ちゃん聞いてた、この曲聞いてた。本当に椅子をぶん投げたことはありますけど、お腹鳴ってるけどお腹いっぱいです。そう、その後はそのそれでその話 の, そのライタライテのね、駐車場でね、その話の途中ぐらいからかな、着いた時ぐらいからかな、ライライテにアウトレットが近いんでね、スタンダローンかけてエメちゃんの、それを小さくまたかけてましたね。あのジャケットが好きで、ピンクとあの少し小さいんだけど青緑のライトとオレンジっぽいライトが中にちょっと街並みにね、あの車のライトとかもあります。エビちゃんがたね佇んでるところ、あのジャケット大好きだし、あの歌も大好き、ね、だからその社員とスタンダードを歌いたいなと思ったんですけどね、なんか気持ちが落ち着いちゃったんでどうしようと思いながら、歌詞だけでも書き出そうかなと思ってまたファミマの前に来てるわけです、はい。そしてね、そのしどくんと喋ってた後に、もう早くご飯を食べさせた方がいいなこいつはって思って、もう食べ行こうよじゃあってなって、最初おごってねって言われたんですけど、おごるお金持ってないよって言って、持ってても持ってないです、はい。ガソリンだってもう2目、3目盛りぐらいしかない、2目盛りになっちゃいましたね、帰ってきたら、で、それで私もお腹空いてないけど、なんか食べようと入って2人で、でなんかね、前はなんか沖縄がどうのこうのっていうのあ書いてあったんだけどね、なんか伝統のなんか滋賀県になってましたね。ライライテってなんかそうなんですよね、滋賀県発祥、京都のなんかわからないけど、それでいつもこってりラーメン頼むんですけどね、あのなんか王道ラーメンにしてみました。定番っていうのかな、醤油っぽいベースっぽい背脂が乗ってたんですけど、チャーシューでトッピングって小ラーメンにして絶対食べきれないから、ね、本当は豚しゃぶだけとか豚しゃぶとご飯にしようかなとか、おかずもいろいろあるところなんでね、定食とかそうしようかなと思ったけど、ラーメン食べました。そこのラーメン好きで、
なんか確か天使さんが沖縄の方で、一回ね、お母さんと食べに行った時に、お母さんとカズくんかな、3人かな、食べに行った時に、2人だとちょっと忘れちゃったんですけど、いつか沖縄で買った、自分にお土産でね買った、ハイビスカスのハローキティちゃんのコラボの、沖縄コラボのタオルハンカチを、ピンクの、忘れて落としちゃう、いつもね膝の上にね、ラーメン食べるときタオルハンカチ敷いてたから落としちゃきちゃって、それ気づかないで帰っちゃって、で気づいてお店に電話したら、なんか取ってありますよっていうか、置いといて、ありますよって言われたから取り行ったんですね。その時お母さんと行ったのかな、食べに行った時はまた獅童くんたちでしたかね、カズくんと、ちょっと忘れちゃったんですけど、とにかくお母さんと行ったんですよ、取り行った時。で、食べながら取りに行って、お腹鳴ってすいません、取りに行って、最後になんかご挨拶して、なんかね、私最初失礼なこと言っちゃって、沖縄人ですよねって言っちゃったのかな、沖縄の方ですよねって、なんか名字がそんな感じだったんで、聞いたら「そうですけど」って、ちょっと向こうもなんか「はあ？」みたいな感じで顔されたんですけど、最初私のお母さんも沖縄出身でみたいな、石垣島でって話をしたら、なんか「あ、そうなんですか」って、なんかね、向こうはどこの方だったのか、ちょっともうちょっと都会みたいでしたけどね。お母さんもどうなんだ、石垣島なのか那覇なのかな、お父さんの方が那覇で、お母さんは石垣島なんですよね、離婚しちゃってるから。まあおじいちゃん亡くなっちゃいましたけど、おばあちゃんは生きてます、長い、100歳超えてる、失礼します。そう、綺麗ですね、おばあちゃん綺麗。目がね、ちょっと青っぽい水色の薄い、ハーフとかじゃないと思うんですけどね、なぜか水色のような、青のような瞳っていうんですか、瞳の周り してましたね。2018年以来会ってないんですけど、私は。お母さんは会ってるんじゃないかな、毎年 そんな感じでハンカチをね取りって、ちょっと和やかに、お母さんもやっぱりね、沖縄の人に会うとね嬉しいから、いっぱい喋っちゃうんですね、普段の中鼻がね加速をするんですね そんな感じで、ちゃんと取り戻してね、タオルハンカチをね、いつの時買ったんだろう、ちょっと覚えてないんですよね、2013年か2018年ですね。そしてまあね、昨日は昨日で、今日なの、まだ11時、12時超えてないかな、食べたわけですよ、あ、超えました、昨日ですね、食べて、しとこはなんか塩ラーメンに塩ベースが好きなんで、チャーシューをトッピングしてましたね。で、お会計が2440円で、1500円渡してきたんですよ。なんか自分はそれでも多めだろうって感じで渡してきたんだけど、私は820円なんですよ。小ラーメンが620円で、チャーシュートッピングが200円で、820円なんですよ。そしたら足らないんですよね。という話をしたら ね、2440円だよって、私は820円なのって話をしたら、なんか即時に計算して、私のわからない 150円ぐらいの違いでしょみたいなこと言われて それでも大事なんよって思って、後でね、ちゃんと150円もらいました
からお腹空いてなか、空いてなくても食べれるんですよね、あそこのラーメン。細麺にして、太麺と細麺あるんだけど、細麺にして必ず柔らかめにして、私は、うん、歯があれなんで。もう最近なんかそうめんみたいな、乳麺みたいな、うん、のしか食べれないから、か、ね、福岡とか博多の針金麺をすごい柔らかくして食べるのが好きで、うん、私は豚骨ベース、あんまりこってりしすぎないあっさりした豚骨ベースが好きだから、山岡屋とか好きで。そうなんですよ、だから山岡屋とライライテ好きですね、ラーメン、うん、ラーメン大好き、ランギクさん、はい、ね、ラーメン大好きです。でもそんなに食べれないっていうね、夏はだからつけ麺ですね。あそこのつけ麺好きだったんだけどな、名前忘れちゃいました。なんてとこだっけ、聞いてもわかんないか。結構後楽園のつけ麺あっさりしてて好きでしたね。でもなんか醤油ベースのやつなくなっちゃったのかな、なんかあのやつを好きだったんだけど、翌年なくなってて、その味が、うん、そうそうそう。あとね、ゆで太郎の太郎ちゃんの豚しゃぶラーメン、乗ってる豚肉乗ってるラーメン好き。あっさりしてた醤油で美味しいですね。豚骨好きなんだけど、最近醤油も好きになってきた。なんかあんまりギトギトしたのも食べれなくなりましたね、脂っこいもの、うん、揚げ物もそんなに好きじゃないんだけど、ミリーちゃんのおかげで唐揚げは好きですあれね、つくねとかね。すいません、落ち着くまで特に何でもない話を。そんな感じでね、ラーメン食べて帰って、なんかね、店長が沖縄人の、なんか私をしきりに見てたんで、そんな化粧もしてないし、沖縄顔じゃないんです、まあ濃い顔ですけど、覚えてるのかなってちょっと思いましたね。ハンカチ忘れたこと、タオルハンカチ、うん、そうなんですよ。それであとはもう帰りましたね、まっすぐと。少しまた乗ってから喋ったかな、喋ってないけど、まあそうそう、なんか次どこ行くとか言ってて、おふざけんなよと思ってあんたね、友達と違うんだからね、友達っていうか、そういう飲食店をはしごするような友達ではないよって話で、なんかノアさんっていう友達が昔いたんですよね。沖縄の人だったんですけど、その人も唯一友達がいて、私と出会った頃に、その人でも沖縄に帰って結婚しちゃったんですけど、うん、だから友達いなくなっちゃったし、よく会社で喋る人とか、ゲームデドバ友達とかいると思うんですけどね、なかなかそんな心開くタイプじゃないし、孤高なやつなんでね、なんかそうそう。それでなんかね、その人とね、その昔の友達とね、先輩だと思うんです、なんかね、ガソリンスタンド一緒に働いてた時に、すき家行ってすき家行くとかね恥ずかしいから2軒目行くみたいな、そういうすき家行ってすき家行くとか、カズサヤ行ってカズサヤ行くとか、昔はカズサヤってあったんですね、今ないんですけど、なんかそういうのよくやってたらしくてすごいなって思って、食べる人はすっごい食べるんですね。シドウくんも私のお兄ちゃんと一緒で、
3個上なんですけどね、ほんとお兄ちゃんと2日しか生まれた日違わないんですよ。お兄ちゃん27で静岡は29日、うん、2日しか違わないのだけど全然性格違うそりゃそう、育った環境もね違うからそうなんですけど、すごい何でもズバズバ言うんだけど、お兄ちゃんは言わない、私と同じタイプ、私よりもっと多分言わない、我慢しちゃうタイプだから、だからたまにわーってなるんですね。お兄ちゃんもどうしても我慢できないことがあると、うん、それでなんかガラス割っちゃったりとかありましたね最近。何か何のガラスか忘れたけど、うん、急にお風呂場の前の洗面所の前のドアついてないんですけど、お兄ちゃんのため外してあるんだけど、入り口立ち入り禁止ってテープがあったんでガラス注意みたいな、なんか我慢、なんかねお父さんのことでね、お父さんが来るはずの時間にっていうか出る時間に来なかったから、あのパチンコ行ったりとかしてると、あのすっぽかしたりね、会社の迎えも遅くなったりとかね、私と違うそういうところがあるんですよお父さんには。うん、なんか時間とか守れるタイプなんだけど、そのギャンブル絡んでくるとたりするとそういう風になっちゃう、うん、ジジイってやつですね、はい、そう、私も結構ジョー太郎の真似ねしてたんですよ。カズくんのが上手ですけどね。カズくんはね、もうね、普段からディオの素質あるというか、声質にディオ喋ってるみたいな時ある。ほんと上手なんですよ、ディオの真似とキラヨシカゲの真似ほんと上手なんですよ。あとね、スコフィールドっていうあのティーバックエルの真似、アナゴさんの真似、それは私が教えたんですけど、もう私より全然上手になっちゃってね、なんでどうしてーって言ってねすいません、すっごい上手なの、それは私譲りですね、モノマネとかはね。視力はできないんで、そういうの、なんか女の子みたいな声しか出せない、少女みたいな、それはカズくんも受け継いでるんですね、なぜか。なんかそういうところもありましたね、はい、失礼します。モノマネがねすごい好きなんですよ、うん、で私は本当にその歌手とかを諦めてっていうか、うん、無理かなっていうことを感じてから、年齢的にも、でも30過ぎてからぐらいですかね、本当にモノマネ、歌真似する人になりたくて、一回あのね、セイさんとね、いた時にあの、モノマネの番組に一生懸命電話してみたことあるんですよ。応募しようと思って。だけどね、繋がらなかったんです、その時。なんか回線いっぱいパンクしてたのかな。なんか、あやさんっていう人かなんか、ね、歌真似の人でいて、なんとか陽子さんもすごいんですけど、すごい憧れてましたね、そういう歌真似する人好きでね。なんとか陽子さんはアギレラの真似もしてましたよね、そのバーレスクのね、エクスプレスとか歌ってたと思うんですよ。すごい上手で、もともとカラオケのなんかボイスのね、ボイスっていうかカラオケのなんかをねやってたんですよね、声のあのお手本みたいなね、すごいです ね。カラオケ屋で働きたいとか思ったこともありましたけどね、なんか一回聞いた時は地元で、子供がいる人にはちょっと無理か、難しいみたいな感じで、
ね。何の話してるんだろう、一体。どうしてこんなに広がっちゃったんだ、ね、トラックの音がすごいしてますけど、ただ落ち着きたくて喋ってますね。あの後どうなったんだろうって、ね、ただね、社員だけ歌ってるのを残してったり、心配されてたらあれかなって思ってっていうのもあって、わかんない。コーヒー作るときって大体話しかけたいんですね、向こう側のね、画面の向こう側の人に、こうやって話してるときは一人ですけど、本当に見てくれる人が増えたりする、回数、視聴回数が増えると本当に嬉しいですね。一人じゃないと感じますね。そんなわけでね、その帰りにセブンイレブン寄って、コンビニ寄らなくていいのって言ったら、なんかタバコ買ってきてって言われたから、お金預かってタバコ2つ、エメカン3つ、レッドブル1つを買いましたね。だいたいそんな感じ。あの子はね、今メビウスっていうのかな、マイセンって、マイルドセブンって言ってたのはいつの時代でしょうね。そのメビウスのスーパーライトの6ミリを吸ってるんですよね。でも最近パッケージが水色からちょっと紺っぽい感じになっちゃったから、私にも見えなくて、それがでソフトパックだからもう分かんなくて、大変でした、見つけるのは。私は54番3つなんで、でも私は買わなかったんですけど、持ってるから。そこではね、そこでは54番、まあいろんなとこありますけどね、はい、帰りに通るんですね、そこの指導くんの家へ送るときに、そのコンビニ、線路のところ、私が死のうとした線路のところの、そばのコンビニ。ママの靴がうまく、靴でうまく歩けなかった、泣かない裸足になった日も、夏草揺れる線路を遠くまで歩いて、心に心に痛みがあるのってね。チャラはね、なかなか最近歌わないですけどね。泣けない女のいたち、なんだあなたがたくさん知るのよって、優しい気持ちだけ、手をつなごう、手をずっとこうしてたいの、あれ好き、あれ好きだし、片思いも好きあるね。君に届けの主題歌ね。タラタタ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 ラララララで、一つだけ見つけてとかね、ミルクティーとかありましたかね。ね、ヤンタンバンド好きでしたね。でもその歌しか覚えてないんですけど。あのね、蝶の絵のね、ピンクの稲妻でしょうか、そんなジャケットだった気がします。蝶の絵、蝶だったり、モンタージュ、なんでこんな話になったんだろうね。
何か歌いたいんだけど、話したことでちょっと沈下してしまった。何か歌いたいんですね。そう、なんか家に帰っても最近タバコ吸えないって、あれみんなが寝てるときはこっそり吸ってますけど、なんかこっちまで寝寄ってくるってお母さんも言い出すぐらいあれだから、外で吸うしかない。結構起きてるときはね、吸い続けてたりするんでね。なんででしょう。でもそうしないと多分冷蔵庫のもの空になっちゃうんじゃないかっていうぐらい、ずっと食べ続けないといけない感じな体質なんですよ。だからないときずっと何か食べてるんですね。お腹いっぱいなのに、お腹全然空いてないのに食べてるんですよ。だからなんかひろゆきが言ってたんですけど、ひろゆきさんがね、なんか親戚だかがタバコ吸えないストレスで死んじゃったから、ね、ストレス溜めるぐらいだったら吸った方がいいって。それはもうでも迷惑かけてるから、お兄ちゃんに良くないな、早く死ねればな私がって思ってるんですけど、それか早く歯を治して働く。お腹すっごいなった、今までにないぐらいなったけど、お腹空いてません、消化中です。すいません、おならはしたことありません、動画ではね、はい、そうなんですよ。でもすぐ話が飛んでいくのね。タバコがご飯、いつだかなんか浅木くんに汚い話こと言ってるやつがいるとか言われたんだけど、本当にタバコがご飯なんですよ。私はタバコとコーヒー、タバコ食べてるわけじゃないんですけど、タバコとコーヒーがご飯なんです。本当にそれでお腹空かないんですよね。全然食べる、お腹空いてもご飯が食べれなくて麺とかになっちゃいますよね。カップラーメンとか、なんかひもじいとわけじゃなくて自分が食べたいから食べてるんです。別にご飯食べれるんだけど、ご飯が食べれないから食べてなんでですかね。おじいちゃんお米作ってたのに。あんまりご飯好きな子供じゃなかったんですよ、ちっちゃい時から。あんまりご飯食べれる子じゃなくて、いっぱいでもなんかお茶碗に盛られたものは残しちゃいけないと思って、まあ、ちっちゃい子供じゃんだと思いましたけど、米粒一つも残さず食べるおじいちゃんが好きだからっていうことは、今でもそうですね。でもなんか痩せたいって思うようになってから一口だけ残すっていうのをダイエット法をしてましたけどね。なぜかそれからちょうど一口だけ残るようになってね。本当に私はちょっとちょび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 ご飯食べないと食べれない。なんでですか、わかんないですね。あんま好きじゃないんですね、ご飯粒。おかずにもよりますけどね。合うおかずもあるしね。ご飯ね、ほんと食べないですね。失礼します。1時間ぐらいだったら終わろうか。そんな感じで、しどうくんのタバコとコーヒーとレッドブル翼を授けてですね、また声低くなったよね、きっとね。送って帰りました。すぐ降りてくれて、なんかね、そのコンビニ行ってる時なんかね、デドバ始めてたからね。どうしてもタバコが何番か分かんなくて遅くなっちゃったんですよね。それで先に お客さんに譲ってあげて、どうぞどうぞ、買うものあったの、あ
カズくんのプリンか、もう一緒になんか買っちゃった。たまにね、ガソリン代とかもらえないからね、一緒に小物を買ったりするんですよ。バレないように。カズくんの滑らかプリン忘れちゃった。袋の中に。持って帰った、あいつ。プリン食べるのかな。ありがとうって思ったんでしょ。ああ。まあ、しょうがないでしょうね。アイス食べたいなと思ったんですけどね。コンビニって高いですよね。ハーゲンダッツ、ストロベリー好きなんですけど、350円、1円するんですよ、税込み。300円しないですよね。ドラスタとか言えば、ドラッグストアとか行けばね。それでも高い。喉渇いたからアイス食べたかったんですよ。でもしたらパピコも180円、でどこの乳が入ってるかわからない、外国の乳、混入っててすいません、すいません、パピコさん、すいません、ね、国内だけの乳じゃないっていうことですね。ピノもそうなんですよね。いや、でもよく買っちゃうんですけど、好きなんで。180円ですね、一箱。クーリッシュも180円ぐらいしたな、税込みね。大体そうですね、180円ですね。税抜いたらちょっと計算できないです、バカだから。そうなんですよ。結局買わないでね、カフェラテだけ買いましたね。アイス食べたい。もうドラスタもなんかね、隣町まで行かないと空いてないですね。下るか上るかって感じですね。下ればヤックス24時間、登ればウルシア24時間みたいなね、そんな感じで。いやー、また1時間超えちゃったけど、大した話してません今回は。泣いてもないし、まあ、笑ったかな、ちょっと歌ったかな。それじゃあそろそろ切りますね。バイバイ。